テゴシーでーす。テゴシーゲームハウスへようこそ。というわけで今日もゲームをやっていきたいと思います。ゲスト MC ペンギンズのぼ。どうもペンギンズのぼです。よろしくー。よろしくー。お願いします。お願いします。さあ今日はなんか、はい、この小指ちゃんでもできるらしいゲームがあるということで、結構珍しいかもしれないですけど、スマホタイトルを、スマホ、はい、珍しいね。やっていこうと思います。はい、はい、こちらです。お、ワンタップ謎解きクイズ、ね。おお、なんだ、初めて見た。はい、結構観察眼が必要になってくるゲームなんですけど、はいはいはい、そのあたり自信のほどはどうですか。観察眼かどうかわかんないですけども、人間観察は大好きです。そっか、だってあの英語禁止企画の時めちゃくちゃ気づいてましたもんね。そうでしょ。めっちゃ見てんなと思いましたもん。怖すぎてもう無理だよ。ちょっともうトークが鈍いですもん。みんな痛い痛い早いっすよね。すごい気づく。それやんなきゃもしかしたらスルーしてくれるかもね。なそう、だからあともう街とか歩いてたりとか、はい、車乗ってても結構こう人と見るの大好きなんで。あ、今日は観察眼ですから、ね、わかりました。はい、ちょっとやっていきましょうか。はい、はい、いいね。しかもこう視聴者の人とも一緒に考えられるよね。そうですね、見てくれた人もね。じゃあスタートしますよ。はい、いきます。スタート。嘘つきは誰。これだからやっぱ観察ですよね。テゴニャン的観察で言うと観察してますね。すごい集中して観察してる。まあまあ必要ですよね。パッと見の特徴で言うとですよね。これは私は女ですよ。一番右だと思うな。おな、理由は背でかくね。いや、いるでしょ。背大きい女性の方いらっしゃいますよ。会ったことあるでしょ。あ、この人背高いなって人。妊娠してます。ちょっとお腹出てるしさ。あ、俺は男でさ、もう紛れもなく顎割れてんのもちょっと気になりますね。そうなんだよね。女の子顎割れる？あ、うちの奥さん割れてます。よくないよ。ですか？いや、娘にも言われてましたし。ママは顎割れてるね。右に行っちゃうよ。あ、じゃあ女、私は女ですの。はい、高身長の方かな。うわじゃあ、謝ってください。背でかくて。背でかくて、はい、顎が割れているからといって、はい、男性と決めつけてしまって、はい、大変申し訳ございました。チャンネルを上げて謝罪させていただきます。違うんですって。ちょっともうちょっとよく見ますか。はい、まあお腹出てますし、男といえばの特徴とかってことですか。喉仏とか出てないですか。左の人出てるね。これじゃない。ノブはどうかな。いってましょう。そういうことか。あ、正解です。いいですね。あー、ほらすごくない。ノブはそういうこと。おい、ふざけんなよ。ふざけんなよはおかしいでしょ。すごい、一緒にやってたんだから。このゲームやったことあるの。このゲームない。ないです。マジかよ。はい、でもこういう系多いですよね今ね。面白い。万引き犯は誰。ちゃんと理由があるんだもんね。うんうんうん、怪しさで言うと誰ですか。おっさんじゃない気がするんだよね。おお、なんでですか。杖ついてるよ。逃げられないっすね。逃走能力に欠けてるから。万引き G メンに捕まる気がする。あ、まあまあ、じゃあ違う、外しましょうか。おじいさんは外す。え、これノブ分かってる。お酒が気になるんですよ。妊娠されてるのにお酒をなんかを買ってるのは気にならないですか。確かにね。あんたすごいね。いやいや、年見るよ。あ、でもそれが万引きにつながるかなはちょっとありますよね。万引き、じゃあちょっと押してみるよ。まあまあ言ってます。ほら、あ、妊婦さんなのにピンヒールでワイン購入でワイン、あ、そっか、ピンヒールもか。お腹に商品を疑ったんだけど、はいはい、
そっか、でも妊婦だけどビール入ってる方もいらっしゃいますからね。旦那のためにビール、アプリにお言葉ですが、はい、まあね、いくよ。はい、行きましょう。のぶちゃんどうだった？ベビーシート、うん、チャイルドシート、うん、乗せてるじゃないですか、うん、左、うん、右に乗ってないじゃないですか、うん、ってことは子供用に車をしてないじゃないですか、うん、ってことはもう車を、子供がいない家庭の車なわけですよ。おお、のぼうくん行ってみるよ。じゃあ右で。右怪しいっすよね。理由は？あんたが正解だよ。いや、まあうちやっぱそうっす、車でお出かけとかするんで。俺いないもん、子供も。そうっすね。家族、奥さんもいないし。ピンとくる、いや、ピンとくるとこが。あー、不利だ。八百長だ。いや、八百長、別に勝負じゃないから。独身だもん。一緒に解ければいいじゃないですか。独身だもん。なんでそんな顔して、その、目ひんむいて言うんですか、その、独身だもんを。いくよ。はいはい。男性一人ですもんね。の奥さん。奥さんは誰？怒ってる、泣いてる、すましてる。まあ浮気がバレてみたいなことなんですよね、きっとね。はい。お、一番左。何ですか？指輪つけてね。同じのっぽい。でしょ？ぽいっすね。押してみていいですか？はい。おお、理由が合ってれば、イエーイ、でも独身、オッケー。そんなに引っ張ります？いや、ほら、これ奥さんだもん。なるほど。え、あれ、目ダイヤじゃないですよね。違えだろ。あ、そう？え、嘘、そんなわけないですよね。そんな簡単じゃないですよね。なんか形変じゃないですか。確か変だね。いや、でもまさか。ちょっと押してみる。はい、真ん中。正解だ。目がダイヤだ。どうする、これ。目がダイヤです。なんか目ダイヤだった。引っかかるよ、P で。税関反応するから、P で。これダイヤですよねって言われますよね。うまくやれよ。どの行き先が安全？ヒントない、ヒント。あ、右上ですかね。お、時間が経てば、火が燃えてるってことは何かが燃えてるわけじゃないですか、うん、だからそれを待てば進化するからってことなんですかね。あ、扉が燃えてるから。何言ってんだよ。人間はどれ、普通に関節が、皆さんおかしいっすよ。ないの真ん中だけだよね。そこなのかな。首つってるぜ。だとしたらなんか別のゾッとするね、情報を残して次の問題行かなきゃいけないから怖いですけどね。真ん中、真ん中押してみるよ。はい。怖いわ。怖っ。釣られているか。釣られちゃってる人死んでね。怖いな。そこよ。うわ、いや、繋がってんな。死んでいる。は？みんな食べてますよね。右から二人目かな。男の子。うん。なんでですか。何も食ってねえのに口膨らんでね。ああ、あ、本当ハンバーグ減ってないですね。そう、何も減ってないんだよ。怖っ。でもそれ、ちょっと行ってみるよ。はい。おお、おお、すげえ、ドンピシャじゃないですか。偽物の医者。ナイフ持ってる人。ちょっとパッて行ってみます、これ。そんなわけよ。ここのとこでもシンプル、ちょっとここのとこシンプルシリーズですね。ヒーリュー。右だろ。シンプルシリーズ。おい、ふざけんなよ。
違う。ここに来て恥ずかしい。ちゃんと考えよう。真ん中の子しか背が届かねえからとかかな。あー、立てるのが、あの高さ。ざけんな。はい、ということで、はい、ワンタップ謎解きクイズでしたけども、まあ単純で面白いね。そうですね。こういうのやってたよ昔ね。ありますね、前学校でとか。はい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 、ちょっと懐かしみもある。そうたまにはこうやってね、みんながこう参加できるような感じのゲームもね、ありそうだったりとかしたらやっていきたいと思いますので、はい、ぜひそちらも楽しみにしていてください。というわけで今回は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。